2人は大人2人は余裕で寝れて、お子さんだったら3人ぐらいは。本当だ、はい、テレビ付き、テーブル付き、はい、冷蔵庫、シンク、コンロ、電子レンジ、うわ、はい、ホテル、ホテル、すごい。ここもベッドですか？そうですね。ありがとうございます。あ、すいません。あ、すごい寝室みたい。電子レンジも、これは？あ、トイレ。そうですね、家庭で使うものはすべて、あのヒーターもエアコンも全部ついてます。すごい、すごい、乗車できます、はい、なので乗車定員は5人までは通常に。あ、シャワー、購入するときにこうしたいっていうのがあれば、やることは可能です。ただ乗車定員とかが変わってしまうので、その辺は要注意で、検証が必要かなとは思いますけれども、一応やることは全然できますね。はい、ここすごい、さ、辛いです。これは、あ、流し、これ曲がるの？これが、そうですね、面白い形で。ここってトイレとシャワールーム汚れてもいいんですか？そうですね、はい、大丈夫です。こんにちは。あ、いかがち、これは？これがコンロですね。は、素晴らしい。ここはどうやって開ける？どうやって開けるの？開かないようにですか、これ？そうですね、ロックがかかるようになってます、はい、テレビも素晴らしい。エアコンつけてた、家庭用エアコン。面白い。トイレ見て、うん、